子の勝手に占いましたです今回のテーマはメープル合金安藤夏さんの結婚です今年はいい夫婦の日の入籍が多いですね安藤夏さんもそのお一人でした年下の男性がお相手とのことですが生命判断をして納得です姉御肌で人の世話をするのが大好きなようです年上かかららもも後輩からも慕われて 何があっても周りに支えてもらえる安心感がありますが頼まれると嫌と断れずに面倒を抱えてしまう可能性も秘めています上から押さえつけられるのが苦手なので肩の力が抜けたた相方さんに出会えてよかったですね。コンビの相性が面白くて安藤夏さんから見たカズレーザーさんは100点満点の相方なのに逆はそうでもないという釣れないところが芸人さんとしてはいいバランスなのかもしれません。 よろしければ映像をご覧ください。話は戻りますが自分が尽くすタイプだと自覚がある方気をつけましょうね抜かれと思って世話を焼いたら気がついたら浮気をされていたり相手が家事も子育てもできない人になって結局自分の首を絞める結果になるケースがとっても多いんです最後にメイプル超合金の二人来年再来年とコンビの運気が最高潮を迎えますどんな活躍を見せてくれるのか楽しみです これまで次回もお楽しみください。